ある家族の肖像、I know this, マッチーズ・トゥルーは2020年に放送されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。全6話のミニシリーズでウォーリーラムの小説、この手の中の真実をもとにデレクシアン・フランスが企画、制作を務め、マークラ・ファローが双子の兄弟を演じた。アメリカでは2020年5月10日から HBO で放送された。 日本では2020年7月28日より Amazon プライムビデオのスターチャンネル EX で配信されたコネティカット州スリーリバーズを舞台とする1950年から翌年にかけて生まれた双子のトーマスとドミニクは母とギフレイに育てられるドミニクは妄想型統合失調症のトーマスの面倒を見続けると死の間際の母に誓う と創業を営むようにになるるが子供のの死から立ち直れずに妻のデッサと離婚する1990年、トーマスは図書館で自分の右手を切り落として危険視され、ドミニクの反対を無視して、重警備の精神療養施設に入れられる。ドミニクは兄を退所させようとするが、不慮の事故に妨げられる。ドミニクはイタリア移民だった祖父の自伝を英訳させて読み、 祖父の身勝手さと母の生まれたいきさつを知る。トーマスが書内でレープされたことを知って、施設を脅し、退所させて引き取る。直後にトーマスは滝に落ちて死ぬ。トーマスへの態度をめぐり、葬儀で霊を罵倒するが、心臓発作を起こした霊を看病して、絆を深める。先住民で同級生だったラルフの父が自分のジップだったことを知る。 ドミニクは、デッサやラルフとも絆を持とうとする。アイノーディス、マッチーズ・トゥルーのキャスト。ジョーダン・からマーク・ラファロ、メリッサレオ、ロブ・ヒューベル、マイケル・グレイ・アイズ、ジュリエット・ルイス、キャスリン・ハーン、ロージー・オドネル、アーチー・パンジャビ、フィリップ・エッティンバー、アシュリン・フランチ・オ子、ジ、ブルース・グリーン・ウッド。1998年6月、20世紀フォックスが、 本作の原作である、ウォーリー・ラムのこの手の中の真実の映画化権を取得し、ジョナ・サンデミが監督を務める可能性があると報じられた。2000年7月には、マット・デーモンが主演し、ジム・シェリダンが監督を務めることが発表された。2004年7月、ジーナ・プリンスバイが監督と脚本を書き直すことが発表された。映画化権が切れたため、 ウォーリー・ラムは映画化よりもミニシリーズ化した方が良いと考えた。マーク・ラファロのファンであるラムはラファロに本を送り、双子の役を演じるよう提案したところ、絶対に関わりたいとの返事があった。マーク・ラファロはデレクシアン・フランスが本作の監督と脚本に興味がないか連絡を取っていた。2017年10月、HBO が シリーズの制作と放送を行うことが発表された。2019年10月に制作が終了した。2019年4月からニューヨークのハドソンバレーで主な撮影がスタートした。マークラファローは最初にドミニク役のシーンを撮影するため約15ポンドの減量をした。その後6週間の休養中に約30ポンド増量しトーマス役のシーンを撮影した。 2019年5月9日、エレンビルの中古車販売店のセットに火災が発生。建物、撮影機材、ヴィンテージか20台が破壊された。怪我人は出なかったが、撮影は中止になった。本作は批評家から好意的な評価を受けている。批評集積サイトのロッテントマトズには56件のレビューがあり、批評家支持率は73%。 平均点は10点満点で6.87点となっており、批評家の一致した見解は、アイノーディス、マッチーズ・トゥルーの容赦なく残酷なプロットは見るのが、辛いが、マーク・ラファーロの一人に役の演技の力強さは、このくらい物語を主張するのに十分に値する、ものにしている、となっている。また、メトクリティックには27件のレビューがあり、過重平均値は67、100となっている。 第72回プライムタイムエミー賞では主演のマークラファローが主演男優賞、リミテッドシリーズ及びテレビ映画部門を受賞した。第78回ゴールデングローブ賞ではマークラファローが男優賞を受賞した。ありがとうございます。